してくださいよ。まだ全然かけてないじゃないですか。じゃないどこかに自分のいてもいい場所がきっとあるはずだ、そう思っていた。なっちゃん、変な絵やな。こうしている間にもたくさんの女の子が家を出てるでしょ。その女の子たちが住む世間のために道はどんどん伸びてるんよ。いつかうちらもバラバラになるんやろね。うちらは幸せになられへんの。幸せって何？夢があったら幸せで、なかったら不幸か。私はあんたらみたいな人生をくれたない。あんたなんか友達でもなんでもない。私、友達の話書いてもいいかな。切なさを知れは変やけど、ええなあ。泣いたのは揺るぎない女の子物語。